ので昇格して今日で2年なのかな。でも発表が今日だけど、新チームとして活動したのはもうちょっと先だったので、どこをもって昇格なのかわかんないけど、昇格発表から2年だそうです。早いですね、時が経つのは。ショールームしてるよってやつをツイートしなきゃいけない。早いなぁ本当に。びっくりですよ。ピッピッ。お洋服全然見えませんね。ねえ、2年だってびっくりしちゃうよ本当に。いつも配信してるよってやつ送るのができない、上手。シェア。配信中。はい、できたはず。はい。早いね。びっくりですよ本当に。2年？本当に2年？なんかもう2年なんだって思う方もいるだろうし、まだ2年なんだねって思う人もいるだろうし、私はどちらかというとまだ2年なんだって感覚です。そんな感じ。うん、そんな感じです。稼働元気だよ。毎日連絡してます。もう2年？本当？もう2年って感じがします。私はまだ2年の方です。まだ2年なんだの方ですね。もうではない、まだ2年。自分が思ってる以上になんかもっと時が経ってる気がしたけど、2年っていう、2年か、どっちもだね。もう2年かもあるし、もうまだ2年なんだっていうのもある。そんな感じがする。すごい髪がなんか目に入る。そんな感じがする。なんか不思議な感覚というか、やっとの思いで昇格させていただいて、あ、昇格発表ってこんな感じなんだって、もういっぱい泣いた記憶があるし、それが2年前なんだみたいな。なんかもっと前の記憶の気もするし、でも多分10人十色で公演させていただいてるから、なんかずっとなんて言うんだろう、研究生公演からずっとなんだろう、ずっとやってる気分だから、まだ2年なんだ。なんか不思議な気分です。なんて言うんだろう、そんな感じ。
ありがたいことにね、今も元研究生メンバーのね、じゃんけん大会のユニットのジェニートイロっていうので公演をねさせていただいたりしてるので、だからこそ早く感じるのか、ああ2年なんだわって感じるのか、ほんと不思議な気持ち、なんかなんだろうね、なんか時が止まってるようで、でもしっかり動いてるんだなって感じがしました。自分の中では時が止まってるけど、何月何日とか進んでいくわけじゃないですか。で、ああ2年経ったんだなって思う。そんな感じです。そんな感じ、なんだろうな、なんか不思議な感じ、めちゃくちゃ、前髪がすごい目に入ってきちゃう。そんな感じです。そうそうそう、長くもあり早くもありみたいな感じですね。こんばんは。だから今日はお祝いですね、昇格から2年祝いですね。ここに書いておこうかな、昇格から。どうなんだ、昇格なのか昇格発表なのか、いつも悩みます。昇格2年記念日。はい、できた。昇格発表から、なんか難しいよね、発表なのか昇格はしてないんだよね実際。じゃあ発表にしとくね。よいしょ。